金属大手、三菱マテリアルグループ、検査データ改ざん問題で、工業製品の安性を示す JIS、日本工業規格の認証機は、静岡県にある子会社の工場で製造さ、ているアルミ製品の認証を取り消しまし、三菱マテリアルグループの不正問題で、IS の認証が取り消されるのはこれが手です。発表によりますと、JI の認証期間は三菱マテリアルの子会社で、三菱アルミニウムの静岡県裾野市にある工場で製造したアルミ製品の認証を2日付で取り消しました。認証期は理由について、製品の抜き、微検査、ずさんだったことや、金属の強、お墓、検査で、一部を測らないまま数を記載るなど、品質管理に重大な欠がある、としています。三菱マテリアルグループ、検査データ改ざん問題で JIS の認が、取り消されるのはこれが初めてです。これ、ついて三菱アルミニウムは、小機関の判断を真摯に受けや、指導を仰ぎながら、再発防止策の策と実行を着実に進めて、認証の再取得を、差したいとコメントしています。